はい、どうもノリです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、愛媛県の方にね、遊びに来させていただいております。売り情報をね、1台紹介させていただきます。ヤマハのね、ペケ JR400 ですね。ちょっと一周ぐるっとね、回ってみましょうか。全体的にね、綺麗です。メッキがね、ところどころにね、散りばめられていてね、素敵な車両ですね。はい、こんな感じ。じゃあね、ちょっと詳しく見ていきましょうかね。まずはヘッドライト周り、ちょっとね、ペケ JR 僕詳しくないんですけどね、これ純正のライトでしょうかね。ウィンカーは変えられてますね。ちっちゃなタイプにね、変えられてます。はい、フロントフォーク綺麗ですね。サビもね、インナーチューブにサビも見当たりませんね。綺麗なフォークだと思いますね。ケースもね、鏡面されていてね、素敵。まあね、僕はね、これ磨くのにメタルコンパウンド使うんですけどね、一回磨いてあげたら多分これも鏡みたいにピカピカになりそうなケースしてますね。はい、スタビライザー変えられてますね。これアルミの、綺麗ですね。綺麗なスタビライザーが付けられてます。ホーンがメッキですね。ヤマハのエンブレムもメッキになってますね。ブレーキはダブルディスク、ブレーキシステム自体は純正っぽいですね。これでもね、大きなロータがね、2枚のダブルディスクでめっちゃ効きそうですよね。ホイールも綺麗、中が黒でね、リムがシルバーでかっこいいですね。タイヤの文字をね、白で塗ってかっこいいですね。フロントタイヤの溝こんな感じ、全然まだまだ乗れそうなタイヤですね。はい、リアの足回り、ホイールはね、フロントと一緒で、多分これ純正でしょうね。中が黒でリムがシルバー、綺麗ですね。キャップが金色のキャップに変えられてますね。ワンポイントでおしゃれ。はい、ペケ JR リアもディスクブレーキで、キャリパーがメッキされてますね。テンションロッドもメッキされてます。スイングアームもね、大きいかっこいいスイングアーム、これメッキされてますね。綺麗。はい、リアの足回りのね、スポロケ側、チェーンカバーも比較的メッキにされてるパーツが多いペケ JR になりますね。チェーンカバーがメッキ、スポロケットもね、リアメッキされてますね。肉抜きがかっこいいですね。スイングアームもめっちゃピカピカのメッキ。メッキはいいですよね。お手入れがね、鏡面だとね、磨いてあげないとくすんでくるんですけど、素敵なスイングアームですね。はい、ステップもメッキされてますね。素敵、ピカピカ。はい、フロントのスプロケットカバーも綺麗、撮影してる僕が映るぐらいピカピカですね。エンジンガードがついて、ビートのね、ポイントカバー、カバー類もついてますね。はい、逆カーにもね、ビートのカバーがついて、これ当時もののペケ J 用のビートのカバーらしくて、なかなか手に入らないあのパーツらしいです。レアですね、素敵。はい、オイルクーラーにはね、メッキのカバーが付けられてて、ペケ JR400R って文字がね、刻まれてますね、素敵。ペケ JR ステムカバーはないんですけど、特注で作りました。あ、そうなんですか、はい、なんとね、ペケ JR はね、このステムカバーがないのをオーナー様が特注で作られたってことで、純正みたいに見えますね、これ。そうなんですよ。めっちゃ綺麗に作られてます、すごい。はい、エンジンの方、400の空冷エンジンですね。カムのカバーがメッキにされてますね。ピカピカ綺麗。オイル漏れもな
オイル漏れもなし、はい、はい、オーナー様からねオイル漏れもなしということで、素敵なエンジンですね。ボルト類がね金のメッキされてますね。ワンポイントになっておしゃれですね。キャブレターは純正っぽいですね。これは、はい、エンジン逆側プラグキャップがね NGK の赤いコードに変えられてますね。こちら側もねエンジン綺麗、素敵なエンジンですね。キャブレター、ガソリンコック、チョーク、エアクリーナーもついてますね。サイドカバーがフィンタイプに変えられてますね。これ多分純正じゃないんでしょうね。かっこいい。はい、ハンドル周り行ってみましょうかね。ホンダテクニカルさんのハンドルで、木島のねもうこれ売ってないらしいです。グリップが付けられてますね、六角の。すごいですねこれ、なんかアメリカンが付けてそうなグリップですよね。でかい、でも持ちやすい、すごく持ちやすいグリップ。ちょっと素手で触ったら冷たいですね。あとカルスロが入ってるということでめちゃめちゃ軽いです。はい、シートに座ったらこんな感じですね。左右ミラーがついて、ジュースホルダーもついてね、席。トップブリッジの方もメッキされてますね。スピードメーターの方が180キロまで刻まれてます。180の下までありますね。190までこれあるんですかね。はい、タコメーター、綺麗ですね。メーター関係がガソリンのねメーターもあって嬉しいですね。インジケーター周りも綺麗、文句なしですね。はい、外装の方、ガソリンの蓋がねカーボンの、何ですかねこれ、ステッカーですかね、カーボン調になってますね。はい、タンク、ヤマハの文字がねメッキで綺麗、白一色の外装になりますね。こっからシート、サイドカバー来て、はい、リアカウルの方がねここにねちょっと浮き出てる文字があるんですけど、 ACP 製のねリアカウル取り付けられてますね。タンデムバーと一緒に、素敵なお尻周りですよね。 ACP のリアカウル、テールランプはね純正ということで、はい、シートの方がねタックロールの張り替え、座り心地良さそうなねシートですよね。はい、タンクの逆カーになりますね。綺麗なタンクですよね。フロントフェンダーがね Z 用のやつをオーナー様がね加工されて取り付けられたという、メッキのフェンダーいいですよね、素敵。メッキもね綺麗、状態がとてもいいですね。そうですね、確かにいいですね。はい、マフラーの方が、オーナー様が、加工されたというね、 RPM 風マフラーになってますね。激泣きということでね、ちょっとエンジンの方ね後でかけていきましょう。出口こんな感じですね。はい、じゃあねオーナー様のね許可いただいてるんでエンジンの方かけていきましょうかね。ニュートラルランプを確認して、セール一発始動ですね。いい音、めちゃめちゃいい音。テケ JR400 で RPM のサイレンサー、 RPM 風ですね、オーナー様がカスタムされたマフラーの音になりますね。
めっちゃいい音、これ高回転回したくなりますね、この音かっこいい。いや素敵なペケ JR ですよね。はい、愛媛からねすごく素敵なペケ JR 紹介させていただきました。車検がねあと1年ほど残ってるということで、オーナー様の希望価格が85万円。ぜひね、コメントいただけたらねオーナー様とおつなぎいたしますのでよろしくお願いします。あとね概要欄の方に僕の各種 SNS のね URL 載せてますんで、そちらのね DM の方からでも全然大丈夫ですのでね、ぜひ、DM いただけたらおつなぎしたいと思います。はい、今日はこんな感じで、いつもご視聴ありがとうございます。